こんにちは、エウレカです。今回は劇場版マクロスフロンティア30周年シュディスターバックスっていうものをですね、なんかネットで見つけたので開封してまいりますが、その前にまあ、前置きがね、またたっぷり長くなってしまいそうなんですが、はい、こちらに用意しましたのが、まずはテレビシリーズマクロスフロンティアの、ブルーレイボックスですね。まあなんかね、こういろいろ円盤化されるとおまけがいっぱいついてくるわけなんですよ。ちょっとテレビシリーズの方に関しましては全25話がですね、ブルーレイディスク4枚に収録されているみたいですね。それだけではなく、はい、おまけディスク、映像特典ディスクっていうのがついているようで、ドラマ CD がついてて、なおかつ映像特典のブルーレイディスクがさらについている、2枚入ってるということですね。なんかいろいろね、ジョイサウンド、カラオケ映像5曲、まあいろいろと、これ確か1回見たな、エウレカさん。これね、買った時ね、これ中古で買ったんですけど、未開封だったんですよ、この映像特典のところだけ。いや、むしろ映像特典の方が肝心なんじゃないのかなとか思いつつもね。はい。まあ、テレビシリーズとおまけのこのディスクが入っておりましてね。いや、まあ、なかなか豪華なもんなんですよね。軽くちょっとね、この、ジャケットだけでも軽く見ていきましょうかね。まず、1枚目のディスクが、エバタさんデザインの絵が、はい、入っておりますね。ここら辺ね、この間の劇場短編マクロスフロンティア時の迷宮の時のなんかエンディングあたりでね、確かこれ差し込まれてたような気がします、この絵ね。そしてこれ天神さんのデザインの、これは VF か、アルトサオトメ SM、 あれこれ VF、 YF じゃないっぽいな、あれ、んカラーリング見るとこれ VF25 っぽいです。ちょっとごめんなさい、ここだけじゃあエウレカさんごめんなさい、判断聞きません。ここ最近ね、マクロス30っていうゲームをやっておりまして、まあもうマクロス30周年の時はまあかなり豪華だったんですね。いろいろあれんこれんやってたんでしょう。今年マクロス40周年のはずなんですが、そんなにイベントごと、メディアミックスそんなに多くはないですね。なんでかっていうと、川森監督が大阪万博、そちらの方のね、パビリオンだかなんだかのね、担当になってるみたいで、まあ、忙しいんでしょうね。こっちの方まで回らないんでしょうね。まあ、まあ、それはいいとしまして、まあ、こんな感じの、天神さんのデザインと、あとは、これがまさに川森監督の、デザインのパッケージですね。でもこれやっぱ VF25 だな。YF じゃなさそうだな。はい、スペシャルディスクとドラマ CD が入っ、ちょっと危ない、ね、入ってる、ものですね。まあ、マクロス40周年、なんか、とにかくね、30周年のグッズっていうのがね、なんかいろいろありまして、でも FB7 はこれ30周年とは関係なかったのかな。いや、でもこれも多分さ、まあいいや。はい、まあそんな感じでね、いろいろと30周年の時は、まあね、先ほども言いました、マクロス30っていうね、ゲームに関してもその30周年記念で作られたわけですからね。はい、まあそんな感じで、安心してください、履いてますよってやつか。はい、と、こちらの方が、劇場版のさよならの翼、偽りの歌姫さよならの翼のブルーレイボックスになります。一回ね、これね、ゲームの生配信をしてる時にね、チャットでいただいて、エウレカさん、劇場版のブルーレイはどちらを買いましたって言われて、いや、どちらって両方買うに決まってるじゃんぐらいに思ってたんですけど、多分その時チャットいただいてた内容としては、要はこれを買ったのか、もしくはその、今回これから開封するシュディスタボックスのどっちですかっていう、多分そういう風なコメントだったんでしょうね。ごめんなさい、理解できておらずに。いや、そのシュディスタボックスっていうのが全然存在も知らずにですね、実際このこれはハイブリッドパックってやつか、まあ、これはね結構中古屋さんでよく見かけるやつで、まあ、実際これもね中古屋さんで買ってきたやつなんですけど、まあこれはもともとあるのは知ってたんですけどね、まあ、たまたまそのマクロス30の歌か
そう、プラネットクレイドルっていう CD をね、ちょっと買いたいなと思ってネットで探そうとなんか検索してたら、なぜかそのシュリスタボックスが出てきて、あ、これ買おうっていうことでね、まあ、これから開けていきますよ。で、こちらの劇場版の偽りの歌姫、さよならのチュバシャボックスに関しましては、これね、実はちょっと撮影前にポロッと見てたらとんでもないもの見つけちゃいました。はい、まあ、これに関しましては基本的にまあいろいろ映像特典とかもありますよ、いろいろなんか台本とかもついてきますよっていうところでね、パッと見てたらプレイステーションツリーカスタムテーマがダウンロードできるプロダクトコード入りっていうことで、え、そんなのあったのっていう。まあ、もともとプレイステーションツリーはエルグレカさん持ってなかったので、そのマクロス30をプレイするためにわざわざプレイステーションツリーを買ったんですね。そして、この2本ともねハイブリッドパックということで、2本ともそのプレイステーションツリーでゲームができる、プレイできるらしいんですね。まあ、それちょっとそのうちやっていこうと思ってるんですが、それだけじゃなくカスタムテーマがダウンロードできるということでね、ちょっとね、さっきね、こう焦ってね、開けてました。で、これが偽りの歌姫の方で、そしてもう一丁、さよつばの方ですね。いや、でもこれだけでも十分素晴らしいもんなんですよ。見ててください。これが、偽りの歌姫の方で、こっちは特にそういったプロダクトコードうんぬんかんぬんはちょっと書かれていないんですが、はい、こんな感じの外装を、はい、開けますと、ほら、わかります？こっちが江端さんの絵で、こっちがアニメ絵で、ほら、全く同じ絵が展開されてるんですよ。いきます。今度、さよつばの方ですね。さよつばの方の外ジャケット、さい、開けますと、はい、江端さんの絵と、アニメ絵。で、こっちに関しては、ポーズ一緒なんですけど、衣装が変わってるんですね。いや、なんかよく作られてるなぁ。ということで、そう。はい。プロダクトコード。これも中古で買ったから、下手したらプロダクトコード使われちゃってたら残念。使うことはできないんですがね。入力は一度限りということなので、はい、入ってましたよ。こちら。はい。超軸スペシャルエディション封入特典プレイステーションツリーカスタムテーマがダウンロードできるプロダクトコード。はい、入っておりました。これちょっと後でやってみよう。いいですね。いや、これいいです。これ楽しみです。まあ、あとチラシもちょいいろいろと入ってるんです。あ、フィルムコマが入っておりました。で、これ正直どうなんでしょうか。フィルムコマこれ使うのだって、こう透かしてみない。まあ、そのお気に入りのね、ワンシーンが含まれてたらラッキーぐらいの、そういう風な、お、ゲームの、プレイ方法まで書いてあるぞ。高校期。はい。マイステップ。またこれ難しそうだな。期待操作。まあいいや。はい。プレイステーションツリーでハイブリッドパックゲームがプレイできますよっていうことがここに書いてあります。これもこれで楽しみですね。はい。そんな感じでですよ。こんな感じの、まあ、いろいろと入っております。このハイブリッドパックではなく、本題ですね。行きましょうか。これちょっと一旦避けまして、こちらも一旦避けまして。よいしょと。ほい、ドンとでかいのがね、来ましたよ。ちょっとね、これネットで、説明の方をちょっとダウン、あれ、あ、ちっちゃくなっちゃった、ちょっと待ってくださいね。画像を。はい、参りますよ。劇場版マクロスフロンティア30周年シュディスタボックスブルーレイディスク3枚組、うち1枚ハイブリッド。こっちでも、またハイブリッドパックがあるということなんですよ。劇場版マクロスフロンティア偽りの歌姫本編ブルーレイディスク、初収録となるイントロパート、へー、そんなのがあるんだ。まあ、これ見てみないとあれですね。そして劇場版マクロスフロンティアさよならの翼本編ディスク、これが2枚目。エンディングに新規制作シュディスタライブムービー収録、このバージョンのエンディングが見られるのはシュディスタボックスだけということで、そう、パチンコとかね、パチスロを見てたら、
シュディスタの映像確かになんか見たことありまして、ああそれなんか超プレミアなんだな、見てみたいなと思って、実際エウレカさんね、そのパチンコパチスロを打っている時にね、現物それ見たことなかったんですが、ここに収められているということなんですね。ただこれアマゾンで買ったんですけど、アマゾンのその評価のところを見てみたところ、このシュディスタのライブムービーはエンディングテロップのところに出てくるちょっと小窓で映されるやつなので、全画面でそのダンスライブムービーは見られませんということでなるほど、そうなのか、残念だなみたいな。はい、そして、なんかコメントでもあの米印がまたついておりますね。この画面は制作途中段階のものです。ただいまシェリルとランカがリハーサル中、本番をお楽しみに。え、どういうことなんだ。なんかそのね、言ってた、今言ったその小窓じゃなく、なんか本番が見られるっていう、そういうのもどっかであるっていうことなんですかね、そういう映像が。まあちょっとわからないんですが、はい、3枚目がマクロスフロンティアアルティメットハイブリッドディスク、収録コンテンツ収録時間180分以上ということで、マクロスフロンティアスペシャルプレビュー新規開発収録、マクロスフロンティアヒストリア、シェリル講師の30周年劇場新規、声優インタビュー、スタジオレビューの新規収録とか、まあ、いろいろあるわけなんですよね。ブワーっとありまして、劇場のハイブリッドパック CM、なんかとにかくね、普通に見られるも、ブルーレイディスクで見られるものと、プレイステーション3にぶっ込んで見られるものと、まあなんかいろいろあるそうですね。はい。まあ、とにかくその中身をね、お送りすることはできませんので、今回は開封、してまいりますよ。はい、マンダラケさんから送られてきました。なんかね、この注意書きちょっとびっくりしますよね。中央の深いカッター傷にご注意くださいって。え、なにこれ、傷も送られてきたのとか思っちゃいますけど、多分、カッターを深く入れるなよと、多分そういう注意書きだと思います。多分そうです。そうであってください。じゃあ、上げていきます。一応新品って書いてあったのでね、多分新品って書いてあったらそれは新品ですよね、まあ、発売されたのは、まあのね、だいぶ前のはずですから、さあこれどうなんだ どうなんだ、ちょっと入りきれないかな。よいしょ、こんな感じで、どうでしょうか。ほい、おっと、納品書が入っておりました。よいしょっと、はい、お買い上げいただきましてありがとうございます。コンディション新品、あ、やっぱそうですね、なるほど、まあ大丈夫。うわ、すごいぞこれこれまたすごいな。よいでか、まあ重さでわかりますけど、はい、ドンこんなん送られてきました。はい、先ほどの、ね、ハイブリッドパックこんな感じです。帯がまあいいや、はい、ね、普通のブルーレイのね、倍以上のサイズあります。なんかコメントでもなんか書いてありましたけど、その評価のところにも書いてあり、レビューのところにも書いてありましたけど、うん、棚に置けませんって書いてありました。いやーでもこれちょっと感動だわ。なんかね、もう思いっきりいきなりこの外装のところから突っ込みを始めますと、確かにね、歌マクロスの時にシェリルさんとランカちゃんがね、これの衣装を、しかもね、これパレットチェンジで出たやつだ、なんかカラーリングいまいちですねとかエウリカさん言ってたような気がするんですけど、現物を見ると、いや、そんなことないです。最高ですね。確かにランカちゃん、紫色のね、パレットチェンジすると、紫色のマイク握ってたような気がするんですよ。エウレカスタジオではですね、歌マクロスの、
衣装特別演出動画ということで再生リストをまとめております。ランカちゃんもシェリューさんもこの衣装ですね、動画で収めておりますので、ぜひエウレカスタジオチャンネル、ページ再生リストの方から覗いてみてみてください。多分ボロクソ言ってると思います。この色なんでどぎついこんな変な色にしちゃうんだろうな、パレットチェンジはダメだなみたいなことをね確かほざいてたような気がしますが、いいよ最高です。開けていきましょう。これどうやって開けろっちゅうの。まずここにセロテープ。あのね、エウレカさんはこの外装もね、大事に取っておく派なのでね、こういうのはかなり綺麗にね、開けるようにしておりますから、まずは外装のビニールから、これ、出てくる？どうなってる？まず1枚剥がれました。はい、外装のビニール1枚剥がれました。まだビニールに入っております。ここだ。ここだよ。こうだよ。よいしょと。セロテープを丁寧に剥がしていきますよ。いや、これは、実際お値段的にはね、いくらだったかな ?16,000円ぐらいだったかな、ここにはお値段書かれていないですね。16,000円ぐらいで買ったんですけど、まあ、単純にね、ブルーレイディスク、まあ、1枚買うのに、まあ、どうなんでしょうかね ?3 支線で買えるもんなんですかね最近。映画のディスクなんて買ったりはしないのであれなんですけど、まあ、あとは、ゲーム1本買うって考えると、あー、破れちゃった。まあ、いいか。このぐらいはいいと、数値としてよしとするかな。ゲーム1本買うのにも、まあ、5、6000するわけじゃないですか。まあ、それが、今、これディスクが、要は3枚入ってるということなので、まあ、5000円ぐらいのディスクが3枚あるって考えると、1万6000円。そんなに高くないんじゃないのって思いました。はい、2枚目の、これまた、大変だな。でも楽しいですね。はい。2枚目のビニールが剥がれましたよと。これもね、一緒なんですよ。こういうね、まあ、帯と呼ばれるね。通称か、これは。帯と呼ばれるような紙が、はい、これそうなんですよ。これ、紙っぺら。おいおいおい、これ保管しとくのまた大変やな。はい、ベロンと剥がれました。ちょっとさ、こんな感じで、裏側もなんかいろいろ書いて、マクロスフロンティア映像必須、いや、めちゃくちゃだな、これ。プレイステーション3で、マクロスフロンティアデジタルアーカイブス、なるほど、なんかいろいろ、あ、中島さんと遠藤さん、あと川森監督の、なんか、いろいろ映像特典楽しそうですね、ここら辺。もういくら時間があっても足りないですね、こういうの見てたらね。はい、開けてきますよ。プロジェクトフロンティア、外装の箱が。なんだろう、これ、VF25 っぽいようなね、アルト君の機体っぽいような、なんかカラーリングになってますね。おい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 。いきなりこれですよ。まあ、新品ですのでね。これが、マクロスフロンティア、なるほど。これがハイブリッドディスクですね。プレステ3に突っ込めばなんか見られるっていうやつ。どうなってる？結構スカスカ。はい、2枚目来ました。あ、さっきの衣装が、いや、これなわけですよ。あれ？これなんかさっきも見たような気がするな。あれ？どこ行っちゃった？どこ行った？あれ？どこ行った？あった、こっちだ。ちょっと違うか。ちょっと気のせいだな。あれ？これか。あ、これだな。だから、こうだ。さっきの、さっきの、だから、ハイブリッドパックのやつと同じだ。アニメ絵で今度デザインされておりますね。これが、これ2枚入りだ。偽りの歌姫、さよならの中馬車、ディスクが2枚入ってるそうです。ほぉ、で、あとは、これを抜くと、
なんじゃこりゃ。うまい棒は死なない。なんだこれ。劇場版マクロスフロンティア、ビミ棒つ、なんか変な、チラシじゃないけど、なんかこれ CD ジャケットみたいになんかなりそうな感じがしますね。なんて書いてあったっけ、これ。なんだ？ダミージャケットだ。あ、なるほど。これここに入るんだ、このサイズでな。ああ、なるほどなるほど、こういうことだ。面白。でも使いづら。なんかむしろカラコピーかなんかして使う。うわー、すんげー。ちょっと今見ました。今気づきました。ほいほいほい。なんか本が入っております。なんか思いっきり本です。思いっきり本です。なんだこれ。A4 サイズ半券イラスト集か。ああ、なるほど。さっきのこのディスクの、ほら、要はこれが基本カラー、これが歌マクロスでいうとこのパレットチェンジですよ。へぇー。マクロスフロンティアイラスト集って書いてあるわ。イラストレーションズ。ああ、いきなりシリューさんのお尻ですね。お尻から始まる。お尻がいっぱいですね。ああ。ああ、アルト君とかもいますよ。おお、おお、最近、あ、YF25 だ。へえ。最近ね、マクロス30をやり始めたら、このバルキリー、ね、バルキリーに関してもなんかいろいろこうワクワクし始めてきちゃいまして、もともとね、そんなに戦闘機とか詳しいわけではないのでね、ロボット、そんなあれでも、ああ、なるほどね、ピンク、ああ、あ、パン、あ、いろいろありますわ、これ。すごい。あ、もうなんかね、これ一冊だけで普通に売られてて良さそうな気がしますね。オイランとかも、なるほどね。すごいです。これ全部で何ページあるんだ ?Not for sale。はい、まあとにかくいっぱいのイラストが詰め込まれております。いや、すごい。で、もう一冊こっちの方がもっと分厚いです。めちゃ分厚い。こちらが A4 サイズ設定美術中原画集。まあ原画っていうのは複製っちゃ複製なんですけどね。まあ軽く見ていきましょうか。設定で、シューって書いてあります。いろいろなんかね、コメントも書かれておりますね。これ、設定、もしくは メタファー、なんなんだろう、これ解説か？これ解説が書かれてる、くまくまステージ。魔法少女のビジュアルでファンの心をゲッツォ。大変なのすべては身体化が始まる。その明らかな提示が、宣伝用のポスターの第一弾であった魔法少女に扶持したランカリーの姿がファンの度肝を抜いた。まさにその映像の象徴がステッキ、変化の象徴がステッキで変身する魔法少女に集約されていた。カラフルでポップなキービジュアル。弾むキャッチコピーは、歌は魔法。これはシェリルのコピー。歌は命と実に対照的である。はあ、なるほど。いろいろ解説がね。こういうふうな、カラーリングなところもありながら、小物関係のとかも、やっべ、そうそう。原画集って言われると、こういうイメージね。こういうイメージですね。確かに。こういうイメージ。原画集。そう、細かいね、衣装の設定とかもね、4つ、これもちょっと後でじっくり見ておこうと思います。ブレラお兄ちゃんも、ブレラお兄ちゃんのメガネも、なんか3タイプぐらい。ブレラお兄ちゃんのメガネは耳の上じゃなく耳の中に引っ掛けてるみたいです。そんな細かい設定がね、なんつうか、もう、これだけで、2980円。そんな気がします。まあ、全体的に、1万6000円だったわけなんですけど、定価これいくらなんだろうな。元々の価格いくらだ？
ここにはパッと見書かれていないですね。書かれてはいない、いない、いない。金額書かれてないですね。うん。まあ、多分元々もね、そのぐらいのお値段だったんじゃないのかなと思われます。はい。まあ、新品ですのでね、先ほども言いましたように、まだ全然これフィルムされた状態なので、まあ、ちょっと特典映像、あと主持した映像っていうのもね、見られるみたいなので、はい。レビューにあった通り、そのテロップにちっちゃく出てくるだけのライブ映像らしいですけど、まあ、それもちょっと後で、楽しんで見てみようかと思います。いやー、ちょっとこれは、びっくりでした。まあ、こんなね、豪華な、ブルーレイボックスがあるとは知りまへんでした。はい。まあ、イラスト集とかで、ね、もういろいろもう、時間が足りないな、本当にね、いろいろ見ててね。はい。そうしましたら、今回はこれにて終了といたします。いや、ネット通販の時代って、ほんといいもんですね。昔はこういうグッズ関係はもう基本的にその売り場に出ているものを探して、中古ショップを探してっていうのをね、しなければ、なかなかね、しても、なかなか手に入れられなかったのが、もう、検索すれば簡単に出てきてしまうのでね。はい。まあ皆さんも、もし、ご興味湧きましたら、30周年シュディスターボックスで検索してみてください。エウレカさんは、そのアマジョンで買いました。そうしましたら、いや、ちょっとこれはちょっと大変だぞ、見るの。はい。これにて終了です。先ほども申し上げましたが、エウレカスタジオですね、再生リストにいろいろとまとめ、映像をまとめてございますので、こういったグッズ開封だけではなく、その歌マクロスでね、この衣装動画とかも作っておりますので、ぜひそちらもご覧になっていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。そうしましたら、今回はこれにて終了です。ご視聴どうも、ありがとうございました。おやすみなさい。すごいな、これな。